ゆうじゃ。はい、皆さんこんにちは、ゆうです。今日は僕の買い物動画、そして今持ってるね、こちら荷物の開封動画合わせていきたいと思います。ということで、今日は10月の8日木曜日でございます。2日前ぐらいからね、具合悪くて今も微妙なんですが、多分治りかけだと思います。思いたいということでね、皆さんも季節の変わり目ですから十分気をつけてください。僕が言えたことではないですが、行きましょう。荷物ね、これは一旦置いといて、とりあえず今日買ってきたもの、アニメイト行ってきましたので紹介したいと思います。はい、ででん、こちら久々にアニメイト行きましたね。で、まあそんなに買ってないんですが、まずはこちら、はい、じゃじゃーん、はい、ウエハースでーす。もうね、多くの方が買ったんじゃないかなと思います。ラブライブの劇場版のウエハースでございます。ラブライブザスクールアイドルムービーのウエハースということで、劇場版仕様でございます。パッケージは2年生、1年生、3年生ということで、この3種類になってます。1個ね、120円税抜きとなっております。で、今回は全25種プラス9種、また多いですよね。ブロマイドカードが9種、ストーリーカードが6種、ミュージックカードが9種、ポスターカード、これ欲しいですね、1種、そしてブロマイドのまた来た金箔足バージョンが9種ということで、まあ僕の狙い目は変わらず金箔押し。あと今回新たに入ったポスターカード、キービジュアルですね、一番最初のこれをね、狙って、まあ、あとは別の動画になりますが、開封していきたいと思います。あとね、あと1個です、あと1個あと1個はこちらでございます。じゃじゃーん、はい、ラブライブサンシャインアクアの CD です。はい、買いましたよ。 DVD 付きまたはブルーレイ付きがあったんですが、今回はブルーレイ付きの、バージョンを買いました。単に CD のみというのはないんですね。で、これはブルーレイ付きで、3曲入ってるんですね。そして、君の心は輝いてるかいのオフボーカル入り、そして初めましてのご挨拶ということで、これも楽しみですよね。で、もちろんブルーレイの方には君の心は輝いている回のアニメーション PV が入ってるということで、おお、まあ、サンシャインについては、サンシャイン元ヤクアについてはまた別の動画で、機会があればね、喋れたらいいなと思います。まあこれは初めての CD ということで購入いたしました。もう皆さんは誰推しとかね、サンシャインでアクアで誰推しとかあるんですかね。僕は未だに、ないんですけども、誰かな。でもね、気になってるのはこの子ね、このちょっと汚れるかな、この赤いツインテの子ね。まあ言えばこの子が一番気になってるかなぐらいです。はい、ということでアクアの CD を買いました。これも初回生産特典で、アクアのプロフィールカード全9種よりランダムで1種封入ということで、誰か、このね、9人のうち誰かが入ってますよということで、まあこのルビーだっけ、このルビーちゃんかな、を狙えればいいかなと思います。で、今回アニメイトで予約してたので特典をもらいました。はい、こちらでございます。黒沢ダイヤちゃんですね。これは何なんだろう、折りたたんであるけどスタンドか、厚紙っぽい、紙で、これ多分組み立てればスタンドになるやつですね、を特典としてもらえました。結構ね、大きめな感じです。多分店舗ごとでキャラクターが変わるんじゃないかなと思います。ということで、アニメイトではこの2つを購入しました。アクアの CD プラスブルーレイ、そして、ラブライブのウエハースを購入いたしました。では続いて荷物を開けましょうか。多分ね、この流れだと、これ中身何なのかよく分かるとね、思いますけど、あれですよ、今もうで出てきたあれを 箱で買ったんです分かるとね、分かると思いますが、よし、なんか入ってる、そうそうそう、これ、まあいいや、出してから喋りましょうか。なんか入ってる、なんかいっぱい入ってる。いきます、いきます。あ、取れねえ、取れねえ、取れねえ、あひっ、あ、へばりついてる、よいしょ、はい、取れた、
はい、出てきました。先ほど3つだけ買ったウェハースはボックス買いしてありました。これね、 Amazon で注文してました。予約してたんですね。で、コンビニ支払いができなくて代引きしかなくて、まあしょうがないなと思って、代引き分でね320円プラスされちゃうんで、あんまり代引き嫌いなんですけど、仕方なく代引きで買ったら、今日アニメイト行ったらなんとボックス結構ありました。いやー、これね、僕劇場版仕様だし人気で売り切れるかなと思って、予約しておいたんですが、結構余ってましたね。5箱ぐらい余ってました、僕の近くのアニメイトでは。なんならね、アニメイトポイントつきますから、アニメイトで購入したかったんですが、まあいいですよ、ゲットできたんで。で、もしこのボックスのアソートっていうかね、中がよほど悪ければ、そのアニメイトに行ってボックスを購入しようかなと今悩んでいる状態でございます。これはね、なるべく早く開けたいと思います。これですね、はい、ちょっとざっくりになりますが、まあこれは別で、紹介いたします。ボックスで購入しました。はい、ということで、買ってきたものの紹介、そして荷物の開封で、ございました。アクアの CD 皆さん買われたんですかね。一応携帯スマホの方でね、先に楽曲の方は買って聞いたんですが、いい曲だと思います。先行のね、やつも流れてましたしね、いいと思います。でウェハースに関してはより多くの方が、買われたんじゃないかなと思います。さっきも言った通り、金箔押し、そしてポスターカードですね、を狙っていけたらいいなと思います。ということで今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。